私は日本銀行決済機構局の清水と申します。どうぞよろしくお願いいたします。本セッションのテーマでございますが、台帳のデータ形式とトランザクション処理方式となります。これは CBDC の台帳システムのモデルを検討する上で重要な論点でございまして、これまでの日本銀行の CBDC の検討において、概念実証フェーズ1でございますが、さまざまな検討を行っております。本セッションでは有識者の方々のディスカッションが主体となりますけれども、最初に日本銀行決済機構局の鳩貝より本テーマの趣旨と話題提供を行わせていただきます。それではよろしくお願いいたします。日本銀行鳩貝でございます。聞こえてらっしゃいますでしょうか。大丈夫ですかね。それではですね、私から本セッションの、ご説明をさせていただきたいと思っておりまして、私自身はフィンテックセンターにおりましてですね、フィンテックですとか CBDC 全般に関わっているわけなんですけれども、その中で今回重要と思ったテーマを設定させていただいたんですが、自分で設定しておいてなんですけれども、タイトルからしておそらく少しとっつきにくいというふうにお感じの方もいらっしゃるかと思いまして、導入として、私からご説明をさせていただいて、それでディスカッションにつなげられればということでございます。で、ちょっとだけ、そうですね、5分じゃないかな、10分ぐらいをいただいて、問題意識ですとか、そういった今申し上げたディスカッションの前提になるようなお話を、概念整理みたいなものをさせていただきたいなというふうに思っております。では、少し画面を共有させていただきます。で、見えてらっしゃいますかね。大丈夫ですかね。このセッション名で、やや長い台帳のデータ形式とトランザクションということですけれども、そもそも、じゃあ台帳って何ですかというところから話をしたいんですが、これは本校のその CBDC の概念実証のフェーズ1の資料から抜いてきたものでありますが、オンライン決済を対象とする中で、何らかの台帳、記帳のためのデジタルな帳簿ですけれども、それを備えて、そこで送金などの価値の移転が行われるということでありまして、ここでは日本銀行のところに CBDC 台帳というのが書いてありまして、ここで価値の移転が行われるということでありますので、台帳というのはいわば CBDC システム全体の核にあたるような部分になるかなというふうに思います。で、そのような台帳においてですね、データ、つまり保有している金額ですとか、口座の情報といったものがどのような形で扱われているかということですとか、送金指示のようなトランザクションと呼ばれるような情報がですね、台帳に寄せられるわけですけれども、それがどのように台帳の中で処理されていくのかといったようなことが、本セッションの対象になるということであります。で、もう少しイメージを持っていただくために事例を挙げたいと思うんですけども、例えば今も少し口座だの残高だの申し上げましたけれども、データ形式ですとかトランザクション処理というものは、台帳の中にそのユーザーに紐づいた口座がありますということですとか、その口座には残高が記載されてますというような状態があって、で、その口座の中の残高が減ったり増えたりすることで送金のトランザクションが実行されると、この一連のこのデータの構造およびそういった処理の流れですね、これ全体を少し長いですけれども、データ形式とトランザクション処理というような表現で表しているということです。で、もう少し具体例というか丁寧に見たいと思いますが、これは単なる例でありますので、他にもいろんな観点があるということを申し上げたいんですけれども、例えば今申し上げた残高として表現されるケースもあれば、それ以外で表現されるケースもあるというような見方もありますし、口座が台帳に存在するケースもあれば、台帳以外に存在するケースもあると。例えばユーザーのウォレットの中に、口座というものが入っているというようなケースもあると思いますし、台帳ではないんだけれども、台帳の周辺にあるシステムの中に、口座のようなもの概念が中に入っているというようなケースもあるということであります。で、3つ目に、状態を更新するってちょっと難しい感じで書いてますけれども、その各人が持っている金額というもののその状態をですね、スナップショットで、このタイミングでは誰さ A さんがいくら持ってる、B さんがいくら持ってるっていうような状態が、それが更新されていくようなモデルもあればですね、その日々なり、時々刻々変化していく変化だけを蓄積していって、最初の T0、
最初のポイントからですね、ずっと変化だけを蓄積すると、その全部足し上げればですね、まあ、現在の状態が分かるわけですので、まあ、そういう形で同じな情報を表現するというような、まあ、やり方もあると、若干抽象的でありますけれども、まあ、そういうやり方もあるということです。で、まあ、UTXO とそれ以外、まあ、これもまた記号があるわけですが、これは多少後ほどご説明できればとは思いますけれども、まあ、いろんなこう何が言いたい、この紙で何が言いたいかというと、まあ、いろんな観点があるということです。で、それ自体ですね、CBDC システムの全体のパフォーマンスですとか、まあ、ユーザーの利便性などにまあ影響を与えるということで、まあ、どれをどう選択するかということは大事ですねと、先ほどの清水も申し上げたことでありますけれども、まあ、そういうふうに感じて、テーマ設定させていただきました。でですね、まあ、台帳モデルの分類の一例ということでこのように挙げておりますけれども、今申し上げたいくつかの観点の中から2つ取り出してみました。どういう意味かというと、まあ、今伝統的非伝統的というふうに書いてますけれども、まあ、伝統的と申すのはそのここでは口座と残高っていう、まあ、我々というか皆さん含めなんとなく慣れ親しんでいるモデルだと思うんですけれども、まあ、そういうものとそうではないものっていう軸ですね、横の軸と、まあ、縦にですね、先ほど申し上げた状態を更新と状態の変化を蓄積というような形で、まあ、2×2 のマトリックスを作ってみましたということであります。で、左上ですね、金融機関の勘定系システムっていうふうに書いてますけれども、まあ、銀行がやってることってこういう手元の記帳をする対象をですね、正確に書いて変化させていくっていうことを、まあ、やっているわけなんですけれども、まあ、そういうその今の状態がこのデータベースの中に入ってますというような形を同じその日銀のフェーズ1今実証実験と申し上げましたけれども、まあ、そのパターンの1と2というのも、まあ、同じ形式でやっているで、右側にですね、非伝統的モデルというふうに書いてますのは、日銀のその概念実証のフェーズ1の中でパターン3というふうに申し上げているものですけれども、まあ、ここにはその、どちらかというと最初にその価値のデータがあって、そこに対して所有者の ID が紐付けられるというような形で、まあ、伝統的な口座や残高になりますと、最初に誰々さんの箱っていうのがあって、その中に数字が書いてあって、その数字が増えたり減ったりするわけですけれども、どちらかというと、このパターンの3というのは、その価値のデータになっているもの、金額がもう固定されていて、その塊に対してタグがこう貼られて、誰々さんというタグが貼られていて、そのタグがですね、入れ替わるというようなモデルでありまして、それはアメリカのハミルトン、プロジェクトハミルトンというものが最近公表されてますけれども、それと似たような形で、非伝統的モデルとしてここではくくっております。でもう一つその参考として下半分ですね、状態の変化を蓄積っていうふうに書いてますけれども、まあ、そこには暗号資産パブリックブロックチェーンの関係の、まあ、2つの代表例を挙げておりまして、伝統的な、まあ、口座の概念が存在するイーサリアムと、まあ、そうではないビットコインということです、まあ、UTXO というのはそもそもビットコイン のトランザクションのモデルからですねそれ名付けられたもの、まあ、それからインスパイアされてハミルトンでも使われているといったようなものになります。でややこういうふうに並べて何だろうかっていうことなわけですけれども、これ自体はそのいろんなモデルをですね、皆さん、まあ、我々も含めて考えていく中で何がしかやっぱり整理していくということが頭をすっきりさせてですねその上で、モデルを選んでいくに対しては非常に大事になってくるということで、まあ、試みにこういうことをやってみたと、まあ、こういうことであります。でその上で、まあ、先ほどのこの、申し上げた UTXO これ参考なんですけれども、これはどういうことですかっていうのをですね、ちょっとだけお時間いただいてご説明申し上げるとですね、まあ、上の方はですね、まあ、伝統的なモデルと先ほど申し上げた左上が現在の状態で、まあ、トランザクションによって変化がされて右上にあるのが実行後の状態ということになりますけれども、まあ、それに対して、プロジェクトハミルトンの UTXO は左下にあるその価値の塊に対して、所有者が紐付けられていて、そこからまあ A さんが B さんにお金を送りたいと思うと、自分がタグがついているようなお金、まあ、10と40ってありますけど、それを取り出してきて、まあ、45円を B さんに払いたいなと思うわけなので、そこで45分だけ自分のタグを B さんに書き換えてあげて、
それで、そうすると、トランザクションが実行されると、そういうような流れになっているということです。やや小難しいことなんですけど、これは何でやってるかっていうと、一つには、例えばその口座、上の方のですね、伝統的なものだと口座にいろいろとトランザクションが集中した場合に、スピードが落ちる可能性があるわけですけれども、そういう影響を受けにくいというようなこともあったりですね、いくつか特徴点があるわけですが、そういったものを享受したいと思えば、このような UTX を選ぶかもしれないということで、ご紹介申し上げました。で今こういう 2×2 の、マトリックスを作ってみたわけなんですが、そうやってみると、なんとなくこう、全くこういうマトリックス何もないような状態よりはなんとなく特徴をつかめたような気も、するわけです。マッピングと呼びます、言いますかですね、そういう感じも受けるわけですが、そうは言ってもですね、分類の方法というのはそもそもたくさんありまして、上記ではその2つの観点を、ある種指示的に選んでマトリックスを作成したわけですけれども、他の選び方もいろいろあるわけです。なので、なんて言いましょうか、その分類っていうのは大事なんですけど、多分それだけが目的では、それ自体は目的というわけではなくてですね、分類した台帳モデルを A とか B とかっていうのをじっと見てるだけでは、どのモデルがいいかっていうのがなかなか答え出てこないんだろうというふうに思っております。なので、次のですね、そもそもどういうようなシステムを作りたいのかっていうことですとか、システムで何を達成したいのかっていう観点も、大変重要なんだろうなというふうに思っております。で、例えばその処理スピードが速いものを試行したりですね、レイテンシーが低いものがいいなと考えたり、セキュリティが大事だなと考えたり、みんな大事なんですけれども、その中でも特にどれを重視するとどういう台帳のモデルが適切かというような順序で、いろんな話が決まってくるんだと思います。で、思うんですけれども、そもそもどういうものをやりたいかっていうことに対してどういう技術が可能なのかっていうこと自体もやっぱり影響を与えたりしますので、なかなかこう一方方向というよりはですね、このページに書いたように、両方双方向の働きがあるのかなと思ってます。すなわちその台帳モデルというものを分類したり比較することで、それぞれの台帳モデルの特徴というのが理解が深まっていくと、そういう中でシステムで実現したいこと、目的っていうのがだんだん明確化する部分っていうのはあるだろうと。で、一方でその明確化された目的を元にすると台帳モデルの分類そのものもどんどん変わってくるわけですね。こういう軸があった、この軸の先ほどまではこういう軸で考えたけど別の軸で比較した方が自分にとっては意味のある比較になるなというような、多分サイクルがあるんだろうと思います。で、さらに言えばこの2つだけのサイクルでそれぞれが決まってくるわけではなくて、おそらくシステムで実現したいこと、目的の明確化という箱は他のいろいろな要素からも影響を受けるんだと思います。例えばその CBDC のエコシステム全体から見れば、どういうことが台帳にあって望ましい台帳なのかっていう観点もあるでしょうし、いろいろな要素が絡まってこう実現したいことっていうのがだんだん決まってくると思いますので、この2つのフィードバックだけで決まるわけでもないとは思っております。ただ今回少し大事な部分2つの要素を抜き出してイメージしたいなと思ってここに書かせていただきました。で、そういうやり取りが往復運動があった中で徐々にその目的に合った台帳モデルっていうものが選択されやすくなるんではないかと、こんなことを無双しながら登壇者の方々とですね、望ましい在り方というもの、台帳モデルというものをですね、どういうふうに考えていくかっていう、そういう観点をいただければと思いまして、今回設定したということでございます。すいません、ちょっとお時間をいただいてしまったんですけれども、私から の最初の整理というのが以上になります。ありがとうございました。それでは次にディスカッションに移らせていただきます。この度有識者として株式会社日立製作所より近藤様、また株式会社レイヤー X より中村様をお招きし、日本銀行の方からは引き続き鳩貝と決済機構局の北条が参加しディスカッションを行わせていただきます。それでは早速よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。ディスカッションの最初にですね、近藤様から自己紹介と、今回のテーマについてのご関心やお考えの一端をですね、いただければと思っております。よろしくお願いします。はい、日立製作所近藤です。音声と画面は見えていらっしゃいますでしょうか？大丈夫です。はい、ありがとうございます。
改めまして、日立製作所研究開発グループの近藤です。私から、CBDG の期待と論点ということで、ディスカッションのインプットを提供できればと思います。まず、簡単に自己紹介なんですけれども、日立製作所では、主に金融システムのソフトウェアエンジニアリングとか、システムアーキテクチャの研究開発に従事しています。2016年からブロックチェーンの研究開発に携わっていまして、ユースケース開拓であるとか、トークンとか、ディファイの研究を行っております。ということもありまして、CBDC には高い関心を持っております。で、先ほど冒頭で、鳩ヶ谷さんからもあったんですけれども、やはり各国でそのフェーズとか、導入目的によって、アーキテクチャとか、データモデルとか、トランザクション方式っていうのを慎重に検討しているなということを感じています。で、こちらのマップはですね、私が各国 CBDC のレポートを見て、何を重視しているのかっていうのを、選んだものになります。で、こちらは私の直感でラベリングしているものですので、各国の公式見解になるってことは、まずご理解ください。で、その上で、ちょっと見ていくと、例えば、今研究段階の、アメリカのプロジェクトハミルトンやエストニアなんかで言うと、性能を重視していたり、もしくはロシアの場合にはその中銀のガバナンスを重視しているとか、あとは、スウェーデンや中国なんかはユーザビリティを重視しているような印象を持っていますし、ガーナは安全性重視なのかなというふうに見えています。またですね、本番リリースをすでにしている国として、ナイジェリアとか東カリブとか、バハマが知られています。彼らなんかはやっぱり KYC とかアンチマネロンとか、そのあたりを重視しているのかなっていうふうに感じています。で、こちらはご参考ですね。プロジェクトハミルトンの特徴をちょっと、整理したものになります。で、そもそも何でやってるかっていうのは、大規模リテール決済システムの性能とか信頼性要求を満たすトランザクション処理方式の設計です。そのチャレンジングな試み自体も面白いんですけれども、それ以上に面白いなと感じていることは、その研究成果っていうのも論文とかオープンソースという形で公開して、外部の研究者や有識者とコラボレーションしているところなのかなと思っています。で、ここから私自身の CBDC への期待と論点なんですけれども、まずやはり研究者として、CBDC にはイノベーションの促進というところを、期待しております。で、具体的に言うと、やはりプログラマビリティです。で、例えばなんですけれども、そのエコ消費サービスの支払いだけに使えるような、使途限定マネーであるとか、もしくはその、EV 車の電力チャージをしたときに、その決済したお金が自動的にステークホルダーに分配されるみたいな自動執行であるとか、そういったことができるようになると、より世の中が便利になるんじゃないかということに期待を持っています。で、そういったことを、実現していく、実用化するにあたっては、さまざまな論点があると思っています。で、やはり一番重要なことは、目的に応じて、さまざまなオプションを検討してフィットする技術を選択していくところかなと思います。技術ありきじゃなくて目的ありきというところが重要だと考えています。で、その時に、いろんな方式でトレードオフが出てくるので、そこの選択が一番大事だと感じております。で、ここでは例えばイノベーションと安全のトレードオフの例でパターンをちょっと並べてみました。で、先ほど述べた、プログラマビリティというのを実現しようとすると、どこかにロジックを実行する部分を持つ必要があるんですが、例えばデジタル通貨システムの中に持つと、いろんなことが書けるようになるので、イノベーションは促進されますと。ただ一方で、このプログラマブルな領域で何か問題があったときに、発行とか償還とか移転のような大事な機能に影響が出るんじゃないかという心配もありますと。そうすると、そのプログラムボールの追加サービスというのは、本体から切り離して API で緩やかにつなぐみたいなパターンもあり得ますし、またその本体の中でも特に重要な機能は切り離して守るみたいな、そういう考え方もあります。ということで、やはりその様々なオプションを比較検討した上で、最適なものを選んでいくというのが大事だと感じております。
本日はそういったことを有識者の方と議論できることを非常に楽しみにしております。どうぞよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。そうしましたら、中村様、自己紹介をよろしくお願いします。はい、承知しました。私、中村と申しまして、AIX という会社で執行役員と、それからプライバシーテックの事業部責任者をしております。現在、本業ではですね、この一番下のところの図にあるんですけれども、企業の価値ある、個人情報を統計用途で外部の組織とか企業に提供してもらうときに、しっかりとプライバシーを担保して、その担保してるっていうことを透明性を確保したまま提供するっていう手法を使って、協業とか事業の方をさせていただいてございます。本日のテーマとの関連というところですと、私がもともとそのブロックチェーンとか、あとその一括化技術というものを研究している中で、例えばですね、この上のところにあるんですけれども、もともとインターネット投票システムの開発を当社で行ったことがございまして、その際に投票の場合ですと、例えばその投票の秘密っていう要件があって、その投票の運営者にすら皆さんの投票内容っていうのがわからないように投票の結果を集計する必要があるんですけれども、このあたりとかはまさに CBDC のそのプライバシーの要件とかに関わってくるところというふうに思います。先ほどお二人の紹介の中でですね、そういうこうやりたいこととか目的によって技術選定が変わるっていうのがありましたけれども、まさに CBDC においてもそのプライバシーのところをどう考えるかによって必要なそのデータ構造とかインフラっていうものの選定が変わってきますので、そういう観点で今日はコメントできればというふうに思ってございます。はい、以上になります。よろしくお願いします。ありがとうございます。ただいま自己紹介を二方からいただきましたけれども、この両名の方とですね、私含め、そしてですね、先ほども清水からも紹介ありましたが、決済機構局の北条も加えまして、この4名でディスカッションを進めたいと思っております。北条さん、まず自己紹介をお願いします。北条と申します。本日どうぞよろしくお願いいたします。私ですね、この決済の未来フォーラムのデジタル通貨分科会、過去に何回か開催しておりますけれども、前回、プログラマブル性ですとか、追加サービスといったテーマで、一つこうディスカッションに登壇させていただいておりまして、今回ですね、そういったテーマからのこう地続きになるのが、データ形式ですとか、トランザクションを処理するといったところのテーマになるかなと思っております。で、先ほど近藤様のスライドの中でも、追加サービスをこうプログラマブルに提供するためのこう方式、いくつかこうバリエーションがあるですとか、安定性とどう両立していくかみたいなお話ありましたけれども、まさにそういった観点をかなりこう注目を持って検討しているところでありまして、ぜひ皆様とそういったテーマ、ご議論させていただけたらというふうに思っております。どうぞよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。そうしましたら、ディスカッションの方に移らせていただきたいというふうに思ってますが、ディスカッションとの方々も、我々も含めてですけども、あくまで個人の意見としてですね、所属されている組織との必ずしも公式見解ではないかもしれませんけど、あくまで個人の見解として、ご自由にご発言いただくということが、こういった場で、なんて言うんでしょう、有益な議論につながるのかなというふうに思っておりますので、そのようなスタンスで私どもも臨みたいというふうに思っております。そうしましたらですね、最初にいくつかテーマ考えながら会社に来たんですけれども、そうですね、やはりその近藤さんから最初ご説明いただいたその CBDC のバリエーションの観点をですね、皮切りにお話をすると、当初整理させていただいたような内容からの接合といいますか、がうまくいくのかなというふうに思っておりまして、なので、いただいたスライドですと6ページ目になるんでしょうかね。いくつかの国ごとにですね、そのキャッチコピーのようなものもありまして、で、それに従ってこう、アーキテクチャといいますか、データのモデルですとか、トランザクションの処理の形式、こういったものも選択されてきていると思いますので、今、私どもで設定させていただいた本セッションの趣旨だとか含めてこう、適切なというか、面白い事例ございましたらですね、すでに5つ6つ挙げていただいてるんですけども、ちょっとご紹介いただけると嬉しいなと思うんですが、適宜画面の共有などもしていただきながら説明いただけるとありがたいなと思うんですけれども。はい、承知しました。では、この方を共有させていただきます。こちら今映ってますでしょうか。
どめですかね。もしもし。あれ。あ、音今、声画に面見えるようになっております。はい、ありがとうございます。失礼しました。はい、そうですね。面白いと思っている事例をじゃ取り上げていきたいと思います。で、そうですね。やはりまずは先ほどプロジェクトハミルトン出てきましたので、こちらについては、触れざるを得ないかなと思いますと。で、こちら、データモデルとしては、UTXO を採用していて、ざっくり言ってしまうと、現金を、そのままデジタル化したようなものですと。データには、そのユニークな ID、CL 番号と、額面と所有者があって、で、支払いをするときには、その所有者を更新するといったような取引を行いますと。で、その各データの ID で、複数台のサーバーをに振り分けて、並列処理をすることで、非常に高い性能を出すということをやっています。でですね、これもどんな取引パターンでも早いかっていうと、そういうわけではないので、やはりどんなユースケースを想定するのか、で、それに合った処理方式なのかっていうことを、慎重に考える必要があるかなと思います。はい。あとは、そうですね。もう一つ面白いパターンとしては、このユーザビリティ重視ってところはあるかなと思います。で、CBDC は、バックエンドでは、DLT、分散台帳であったり、暗号技術のようなものを、使っています。そういった技術が、エンドユーザーの方に直接見えてしまうと、やはりなかなか使いづらいのかなというところがあります。で、ビットコインとか、イーサリアムの場合には、そういう新しいものを積極的に使いたいっていう、ある意味、なんですかね、テッキーといいますか、アーリーアダプターの方たちなので、そこを勉強して頑張って使っています。ただ、CBDC の場合には、全国に広く使うってことになると、技術リテラシーを問わず、使うことが求められると思います。ですので、その裏側の、その DLT とか、電子署名みたいのを隠蔽した、UI なんかをこれらの国が提供してまして、ここは非常に面白い取り組みかなというふうに感じています。ありがとうございます。だんだんですね、なんていうんですかね、お問い合わせして、お返ししていただいてみたいな感じから、徐々に私自身もちょっと喋りたくなってきてますので、それぞれがそれぞれにある意味でツッコミを入れながら、話を回していきたいなというふうに思ったりしてるんですけれども、私は今、いただいたハミルトンの話ですとか、スウェーデンの話だとか、論文などでは見てるわけですけれども、非常に先進国としていろんなことを考えていて面白いなと思うわけなんですけど、これ以外でもありますね。ガーナが、その発行や償還機能の安全性重視というようなことで書いておられてですね、なかなかどうしても先進国を見てしまうところもあったりするので、そういった部分を教えていただけるとすごくありがたいなと思うんですけど、どうですかね。はい。そうですね。ガーナは私自身も非常に面白いなと思って見ています。で、CBDC といったときに、冒頭の戸貝さんの説明でもあったとおり、その中央銀行が発行と償還を担って、仲介機関が流通を担うっていうそのモデルが多いですと。二層型モデルとかって言われることが多いと思うんですけれども、そういったモデルがありますと。だったときに、中央銀行と、仲介機関の役割分担をどうするかっていう話が出てきてますと。で、このガーナのモデルでは、その発行とか償還機能っていうのは、通貨の発行量の増減に関わる部分なので、セキュリティ体制レベルを高めたいということがありましたと。なので、その発行償還機能を CBDC の他の機能から分離して、クローズなところでちょっとセキュリティ高めて運用するみたいな、アーキテクチャを取ってまして、そこが面白いと思いまして、ここに挙げてみました。なるほど。やっぱり発行償還機能というのが、また通常の考えているその全体の機能の中の一部というよりは、ちょっと違った形で扱っているあたりが面白いなというふうに聞いてて思ったわけなんですけども、はい、最初にあれですね、挙げておられたのが、そのハミルトンからやっぱり入ってきていて、どうしても私なんかも見ていて、すごく面白いなと思ってしまったんですけど、すみません、今、
なんかいろんな話行ったり来たりしますけど、完全にあの漫談みたいな感じになってきてますので、あの近藤さん、かなりあのかっちりとご報告いただいているような感じですけども、本当にあの何ですか、最近流行ってないですけど、クラブハウスみたいな感じでぜひ話していきたいなと思ってますので、あの話してたら全然カットインしていただいて、あのお願いしたいと思うんですが、あのという意味も込めて、あのハミルトン関係の、ま、漫談というか、ヨタ話というか、あの話させていただくと、やっぱりこう、あのホワイトペーパーの最初の頃のページ、2ページ目か3ページ目ぐらいに、その、あの、フェドの、FRB のパウエル議長の言葉が、まあ、最初にこうあって、まあ、ああいうのって、こう、謝辞であったりとか、ちょっと小粋な、あの、言葉が上に並ぶと思うんですけどね。で、そこで、あの、パウエルさんが、まあ、いろいろと、あの、書かれていて、で、その下に、その、エリック・レイモンドさんっていう方の、あの、ガラント・バザールっていう、まあ、カシードラル&バザールっていう、そういうあの文章の、まあ、これはオープンソースの、 あの原点のような文章ですけど、そこから引用されているっていうのが、もう極めて私にとってはあの印象的というか、感慨深いというか、別に私はあのオープンソースの人間でもないんですけれども、非常にそういうものを眺めてきて、シンパシーを感じた人間としては非常に面白いなというふうに思ってます。で、なんで面白いと思うかというと、そのガラントバザールっていうのは、そもそもガランってあのカテドラルですか、教会建築みたいなかっちりしたあのアーキテクチャのものと、まあ、バザールみたいにこうみんなでワイワイやりながらやると、そういう2つ の、 あの象徴的な 別種 の、 その、まあ、ソフトウェアだとかそういったプログラムを作り込んでいくあのアプローチがあるとして、それを対照的に描いていたものなんですけれども、まあ、なんか教会の最たる中央銀行みたいな組織がですね、あの バザール型の発想をある意味で取り込んで、まあ、ハミルトンというものを作っているというのが非常に面白いなというふうに思ったわけなんですね。なんで、まあ、近藤さんがそこで反応されたというのもあのすごく面白いと思いましたし、あの中村さんもあの別のところでもあの発言を積極的にされてますし、まあ、今日もそういったオープンソースからのあのなんていうし貢献というもののあり方ですね、まあ、もう少し広く言えばオープンソースのような形で、まあ、公的な、まあ、ある意味でミッションクリティカルかもしれませんけれども、重要なインフラというものをどういうふうに作っていくかというような考え方も、まあ、いずれはあの頭の体操として考えていく時代に来たのかなというのが非常にその象徴的だった印象があるんですね。まあ、なんであの、まあ、ここから先展開何も変わってないんですけど、多分こういう投げ込みをすれば誰かが何か返してくれるんじゃないかと思ってドキドキしながら喋ってる次第ですが、いいですか？はい、お願いします。あのちょっとそこはですね、本当にもう関心がありすぎて一生懸命短く喋ろうと思うんですけれどもはいはい、はい、あのオープンソースってレベルが3段階あると思っていて、はい、1段階目が結果をオープンにすること、こういう論文書きました。ソースコードで実験しましたっていうのを GitHub に載せて、ペーパーをまあアーカイブに載せてっていう、まあこれが1段階目です。これは別に全然良いと思ってますし、あのすごく第一歩としては素晴らしいと思ってます。で、2個目が、そのプロセスとか過程をオープンにすることっていうので、うん、そのいくら論文とかソースコードとかを最後に発表されてもですね、例えばそのプロジェクトハミルトンも、多分その MIT の研究室で頭のいい人たちがですね、ホワイトボードに集まっていろいろ議論してるんですよ。でもそのホワイトボードに、一回も参加していない全世界の人たちに対して結果的に出されてもですね、なかなかこうワクワクはしないというのがあるというふうに思います。というところで、いかにその最初の頃のアイディアとか、これ絶対違う可能性あるんだよなっていう議論に巻き込むかっていうのがすごく大事で、私はあのイーサリアムでいろんなコンテンションしましたけれども、イーサリアム作ったビタリックって何回も間違えてるんですよね。こういうアルゴリズムがいいとかってやっては半年後ぐらいにそれ違うよって言われて、いつの間にか来なくなってるとかっていう。でもその度胸があって初めてそのコンテキストを含めて議論に参加できるっていう、この2個目のレベルっていうのが達成できるのかなというふうに思います。で、最後がちょっとこれはかなり難易度高いんですけれども、そのプロセスに限らずインフラとかプラットフォーム自体のオープンさっていうところで、そのソースコードとか論文とかっていうその過程だけではなくて、そのプラットフォーム自体にいかに自由に予期していないアプリケーションを載せられるかと。で、これもまあ同じイーサリアムの例を例えると、まあ、今本当にイーサリアム盛り上がったり下がったりっていう感じで、まあ、Web3 とか言われてますけど、いろんなアプリケーションが作られてると思うんですが、このうちの 99.99% ぐらいっていうのは、最初にイーサリアム作った時には、誰も想像つかなかったアプリケーションというふうに思ってます。それを自由にやっていいよってしたので、勝手にみんなが作ってるんですね。これを達成するっていうのが、まあ、3段階目のオープンさで、ここがなぜ個人的にその中央銀行データ付けに関連するかというと、コスト配分に関係するというふうに思っていて、あの、まあ、イーサリアムって今、あの時価総額数十兆円あるんですけれども、
去年、イーサリアム作ってる、イーサリアム財団っていうところの出費って、4800万ドルしかないんですね。まあ、これはとてつもない、少ない金額で、そういう何十兆円のお金を乗せてインフラを作ってると。でも、これが成立してるのは、決して効率がいいからではなくて、めちゃめちゃ効率は悪くて、エコシステムのいろんな会社とか研究者が、勝手に自分たちのリスクでお金を投じて、開発なり事業やってると。でもそれはすごいことで、めちゃくちゃ無駄は多いんですけれども、それを自分たちでリスクテイクするインセンティブのある人たちといっぱい作ってるってことだと思っていて、これを CBDC という同じぐらい多分お金かかるようなインフラにおいても、どういうふうにそのインセンティブを作るかっていうところが非常に関心あるところでございました。うん、ありがとうございます。いや、もう本当に3つ整理していただいて、それぞれもうなずきしかないんですけども、2つ思うのがですね、やっぱり2つ目でおっしゃっていたそのプロセスに関する話ですね。やっぱりプロセスの納得性っていうものがどこまでいろんな人に持ってもらえるかによってですね、協力をどこまで引き出せるかっていうのがもう全く変わってくるっていうことだと思っておりまして、オープンソースの場合はもうプログラムのコード自体がこう公になっていて、で自分もコントリビュートしたければすぐにそこに腕に覚えがあればですね入っていって、いろいろな貢献もできますし、透明性も高いということで、あと変化も分かると。つまりその間違っ先ほどイーサリアム のファウンダーであるとこのビタリックさんの間違いっぷりについてこうおっしゃってたわけなんですけど、間違いも間違ってる様子見るのもなんかこう かわいいというかこう 手がかかるところが多分あるんだと思うんですよね。その壁にぶつかったりしながらこう行くことで、その何ていうか思いがこう高まっていくというかですね、はやぶさってあったじゃないですか、はやぶさって、あれって冷静に見るエンジニア方に言わせるとかなり失敗の連続なところもあったんですけども、あたかもあれを人のようにこう感じながらなんとか帰ってきたってところに人は涙するわけですよね。オーストラリアに突入した時は私も結構中継で見て泣いてたんですけど、やっぱそういうこうなんかプロジェクト自体を擬人化するというか、自分のものとして我がことにするためにはそのプロセスってものにいかに関わるかっていうことがすごく大事になってくると。でそれはそのまま3つ目のそのプラットフォームのオープンネスと、それっていうのはお金に、コスト負担にこう関わってくるので、お金の話になるんですけど、それというのは結局お金って言いますけども、そのエコシステム全体がどのようにこう自律的にこう大きく豊かなものになっていくかっていうことに関わるわけですので、おそらくその納得感であるとかそういったものがエコシステム全体の大きさにこう影響を与えると、多分そういう関係にもあるんだろうなと。でさらに今回の話に、ある意味無理やり引きつけるならばですけど、そういうエコシステムの上にこう茂っていく反映していくための、仮想レイヤーと一番下のレイヤーに今の台帳のようなものがありますので、その台帳自体のいろいろな仕様ってものが多分そのエコシステム全体が どこまで反映するかってことに影響を与える部分もあると、全て影響を与えるかどうかというのはあるんですけれども、なのでそのエコシステムを意識した台帳というのもそうですし、台帳を意識してエコシステム自体がこういろいろなことをビジネスを考えていくっていう、やはりそういう連関っていうのもやっぱりあるんだろうというようなことも感じましてですね、オープンソースの発想というのはそれを行動で持って、中央銀行のシステムを作るみたいな直接的なものだけではなくて、その何て言うんでしょう、構造そのものというかありようみたいなものが極めて参考になるんじゃないかっていうのをですね、改めて中村さん近藤さんのお話を聞いていて思った次第ですが、北条君も何か言いたいことあるんじゃないでしょうか。そうです、お話をさせていただきたくてですね私が思いましたのは、やはり中村さん先ほどおっしゃってたようにイーサリアムの上で動いているアプリケーションとか仕組みイノベーションはもうほぼ 100% に近いものは当時こうプラットフォームができた時には想定されていなかったものなんだというふうにおっしゃっていて、まさに CBDC も考えていくとですね、初めからこう想定できるアプリケーションって本当に個人間でこう送金ができますとか、お店でこう支払いの時に使えますみたいな、本当にこう単純なものはこう想像がつくわけですけど、そこからこう一歩外に出た時に何が起きるかっていうのは、もう本当にこう可能性が広がっているものだと思っていて、これ先ほどセッションの一つ目のエンベデッドファイナンスのところでもいろんな方がおっしゃってましたけれども、いろんなこう事業の方が自分のサービスとどう紐づけてこの決済の仕組みを使っていくかっていうところは、本当にその人たちの立場でいろいろ考えて、それがこうつなぎ合わせることができるっていう技術ですとか、ビジネスモデルが出てきたからこそ広がっているんだと思っていて、ですのでそういったところにつなぎやすいコアの部分のシステムの形ってどうあるべきなんだろうっていうことはしっかり考えていくんだろうなと。
で、これ、前回のフォーラムの、その追加サービスのところでも、いくつか、こう、やり方ってありますよねっていうふうなお話はしておりまして、まあ、API として、こう、機能を提供するんだとすると、どういうふうな API があると、その上で動くアプリケーションの、動きに、こう、影響というか、悪い影響、阻害するようなことにならないのかっていうこと大事ですし、あるいは、もう、オープンソース的に、こう、中身に、こう、いろいろ、こう、コントリビュートして、新しい、こう、仕組みが作れるような CBDC のプラットフォームって、できるとしたらすごい素晴らしいけれども、それをガバナンスを持ってやるにはどうしたらいいんだろうっていうのは、前回もお話しした内容でして、まあ、そういったところ、こう、想像、こう、羽ばたかせていくと、今までの、こう、伝統的な、こう、やり方だったり、慣習には、とらわれない、イノベーションの形っていうのは、まさにこういう場で、議論できるのがいいのかなというふうに。思いましたという感想をめいたところですけれども、いやもう感想ぜひお互い言っていければと思いますけども、近藤さんのスライドでも次のページですかね、次ですかね、CBDC への期待ということでイノベーションの促進の関係でいろいろなページ9ページですかねいただいておりまして、まあ、こういうようないろんなプログラマビリティと関係するような話題もこう挙げていただいていて、まあ、かなりなんて言うんでしょう、未来感があるといいますか、はい、4つほど挙げていただいてますけども、なんか一押しのとかあるんでしょうか。一押しはそうですね、もう個人的には4番目ぐらいまでいくとこれ面白いのかなと思っています。やっぱりそのお金の流れと物の流れと取引の流れと情報っていうのがこう組み合わさることで新しいことができると、でそういったことがCBDC に期待されているのかなと思いますので、僕は非常に興味を持っていますと。で、あ、どうぞ。あ、どうぞどうぞ。いやいや、どうぞどうぞ。で、まあ、こういったことをやろうとすると、やはり先ほどあったようにエコシステムというところが、まあ、必然的に求められるかなと思いますので、まあ、そういった環境をこうどう作っていくのかっていうのが興味が非常にあります。はい、いろいろなユースケースみたいなものがどんどん出てくると思っていて、これこそ多分どういう台帳なら台帳のそのデータモデルとかトランザクションの処理っていうものに考えると、そこからできることっていうのがいくつか考えられるし、まあ、別のそのビジネスの世界から何をしたいかってことから、こういうユースケースが決まり、それがまた台帳の仕様に影響を与えるみたいな、このフィードバック構造のその中の一部っていうような印象を持って聞いておりました。で、これってその CBDC じゃなきゃできないのかっていうことを考えると、いろいろな指揮者によって考えがあるのかなっていう気がするんですけど、なんて言うんでしょう、だいたい今日巨額の取引の場合は中銀マネーがいいなとかですね、まあ、そういうニーズがあったりするのはよくわかるわけなんですけども、こういうある意味で、小回りが効いてフリクションが少ない取引だといいなっていう時だと、実は中央銀行マネーよりは民間マネーの方が得意だったりとか、柔軟性があったりとか、まあ、民間マネーまで含めた形、CBDC エコシステムって先ほどから連呼しておりますけれども、CBDC のエコシステムはそれだけで存立するものではなくて、当然にして他のエコシステムと有機的につながっておりますし、他の決済手段とも有機的につながって全体として捉えるべき話だと思いますので、おそらくその民間 のマネーがもし動きやすくなる、それの触媒として CBDC が存在するのであれば、それを結果的にこう今イノベーションの促進として1から4まで上げていただいているようなものに、表面上動いているマネーは中銀ではないケースもあったりとか、いろいろなことが柔軟に考えうるのかなというふうに思ってるんですけども、そういう理解で良いんでしょうかって、めちゃくちゃ誘導してる感じもしますが、どうでしょうか。そうですね、私自身もこのユースケースを全て CBDC で実現する必要はないと思っています。世の中にいろんな決済手段ありますので、まあ、最適なものの組み合わせでこういった新しいイノベーションが生まれるといいのかなと思います。やはり どんなユースケースを想定するのかというところが、まあ、一番大事になってくるかなと思います。で、その時に先ほどイーサリアムの話しますけど、最初から全てを描くことはできないので、まあ、いろんな人がこうアイデアを出し合ってより高め合っていけるエコシステムが大事なのかというところにつながるんだと思います。田中すごくそこで感じてて難しいなと思うのは、イーサリアムの例先ほど出てきていて、当初段階では全く予期しなかった展開が起こっている、ある意味そういうものを呼び込むことができたんですけれども、
定義上想定できてないがゆえに、どういう苗床を用意しておくと巨木が育つのかっていうのはなかなかこう分かんない一方で、苗床自体は軽々にこう変えられないわけですよね。苗床っていうのはその植物育てるための鉢みたいなものは簡単に変えられないっていう部分だからこそ仮想レイヤーに存在するわけなので、ここがまあジレンマで、本当想像力をたくましくするしかないんだけれども、想像を超えた何かを呼び込みたいなと思ってるっていう、なかなかこうこれすいません、ほとんど全問答みたいな感じなんですけども、中村さん何かありますか？おっしゃる通りですね。まあ、さっき報道さんもガバナンスっていうワード出されてましたけれども、やっぱり予期しないアプリケーションを可能にするっていうことは予期しないリスクも当然あるというところで、で、まあ、ビットコインとイーサリアムって基本的にイーサリアムの方が圧倒的にその柔軟ではあるんですけど、逆に言うとイーサリアムの方が圧倒的にその事故を起こしまくってるわけですよね。ビットコインよりも明らかに多くの種類のファイナンシャルなリスクっていうのが生まれているという観点だと、やはりそこはトレードオフになるっていうのと、どういうふうに両立するかっていうところあると思っていますが、まあ、一個そのちょっと論点としてあるのは、いわゆるやっぱりテスト環境とかサンドボックス環境みたいなものっていうのは、一歩目であると思ってるんですけど、それをもとにやっぱりこう、技術的なこう、そういう工夫ができたとしても、事業としてリスクテイクして試さないとわからないようなアプリケーションっていうのは生まれないので、そこは少しやっぱギャップがあるのかなっていうのが1点目と、もう一個ちょっとその段階的なアプローチのもう一つとして、インセンティブ付きテストネットって言って、イーサリアム含めてそのパブリックチェーンでいくつかやれるんですけど、リリースをする前にテストネットあるんです、テスト環境であるんですけれども、そのテスト環境上のお金っていうのを後から本番用に交換できますよと、なのでちょっと本気で試してねとかっていうのがあるので、それまあ段階的な方法っていうのはありつつも、やっぱりまあ本質的な難しさっていうのは変わらないかなっていうところが難しいかなと思います。なるほど、分かりました、ありがとうございます。やはりそのテスト、トライアルがいろんな形でできるっていうのがやっぱり非常に大事になってくるだろうなというふうに思いまして、まあ、そこもレイヤー構造をうまく作ることで、その中央台帳に毎回こうお伺いを立てながら何かするという形のみならず、まあ、そのテストネットであれば、まあ、割と気楽にというか、まあ、それでもガバナンスは効かせるので、変なものは構築してくれるなって話だとは思うんですけれども、まあ、それでもいろいろな柔軟性も備えたようなものというのが実現されるかもしれませんし、まあ、せっかくこう新しい何かを作る場合には、そういったものももし配慮できたらですね、まあ、きっとエコシステムっていう観点からは良いことなんだろうなというのもすごく感じましたし、まあ、そこら辺は我々の CBDC というものを考えたときには、仲介機関という方々と一緒にやっていきますということを申し上げているわけですし、そこに追加サービスを提供する事業者さんという方々も、まあ、来られてということで、そういうさまざまなステークホルダーの方々と今言ったような、ここでお話ししているような、なんていうか世界観というとちょっと言葉が変わるかもしれませんが、そういう全体像みたいなものを意識して、でそれぞれの持ち場で何をするかみたいな、そういう発想になると結構面白いんじゃないかなっていうふうに思っております。で今回その、まあ、もうあと10分9分ぐらいなんで、だんだんこう今日のテーマにまた近い話に戻っていこうかなとも思ってるんですけど、全然脱線はしていただいて全く結構なんですが、本校が実証実験の概念実証の報告書をですね、公表した際に、中村さんがご覧いただいた上でツイートされていたのを拝見していて、まあ、今回のそのまあ、いろいろな技術的な設定というのも、そのゴール設定やユースケース次第でいろいろシステム要件も変わるしということも書かれていて、で考えるべきことというのはいろいろあってっていうようなことでこうツイートいただいてました。でその考えることっていうこと自体は別にツイートされてなかったかと思うので、まあ、今日のためにこう伏線なんじゃないかぐらいに思うようなツイートいただいたので、まさにそういう部分について、例えばこういうことがっていうのをいただければ大変ありがたいかなと思っております。結構チャットで多分いくつかいただいてるのに近いと思うんですけど、多分なぜ CBDC っていうところ、何が CBDC が本当に必須なのかっていうのがやっぱり一番避けてはならない問いかとは思ってまして、でその中で先ほどのちょっと今日のディスカッションとあえて絡めて申し上げると、そのCBDC はやっぱその中途半端というよりも、まあ、どっちかの方が極端になるのがいいのかなと思っているんですが、そのうちのその、今日話したものに近いイノベーションとか自由度っていうところでの極端な方向っていうのは、さっき申し上げたとおり、基本的にやっぱりアプリ、決済を使った事業とかアプリケーションっていうのをデプロイするときにリスクが伴うと思うんですが、その時に、いくつか技術的に、初めからそのリスクの種類を限定できることがあって、
例えばちょっとかなりこれはゲスになっちゃうんですけども、その一人一人のユーザーの意思でしかアセット動かせないとか、民間事業者は必ずチートができない、勝手に人の金を動かせないとかっていうのを CBDC のコア機能として抑えることによって、アプリケーションの具体像っていうのは全く自由なんだけれども、いくつかセキュリティ的にリスク、金融リスク的な観点で、この性質は担保するっていうのを CBDC のそのコア機能として提供することがあり得る。で、これは民間事業者にないインセンティブだったりするので、それをうまく設計された場合のみ、そのある種のそのパブリックブロックチェーンのこう中央銀行版っていうような CBDC の局地っていうものが作れるかなというふうに思っていて、この場合は今日上がったようなそのデータ構造とかっていうものがすごく大事になるので、議論の価値があるというふうに思っています。一方、そのもう一個の、局地として、単純にその、なんかこう、民間に頼らずに常にこう使えるインフラを作るっていうだけの本当に閉じ、こう、機能を絞った、決済インフラってなると、その場合結構その、今議論されているような、こう、魅力的な、こう、技術的な議論とかっていうのは、もう後回しで全然良くなってくるので、この2個の局地をどっちするかっていうのは、すごくこう、私のツイートにありましたけれども、すごく大事な問いかと思いますし、その私はやっぱこう、前者の方っていうのを、あくまで一、関係者としては、まあ、願っているという形でございます。ありがとうございます。おそらくお話の整理のために、数直線の端点の両方をまずおっしゃっていただいて、でおそらくは実際はその間のどこかに落ちるけれども、どちらかというと前者寄りであったら嬉しいなというふうに中村さんおっしゃっていただいたというふうに理解しておりましてですね、ということかと思います。でやはりその データ構造だとかの、その今日お話したような内容がどこまで影響を与えるかっていうのも、まあ、今おっしゃっていただいたその数直線ないし ゲージの中のどの位置に、どの位置で構成するっていうのがいいかというのを、まあ、今回の CBDC に関わる皆さんと議論していく中で徐々に決まっていくというところで、まあ、データ構造についても改めて考えていくっていうことかもしれませんし、まあ、データ構造からの示唆でもって、このやれることっていうのがまた決まってくる部分もありますので、まあ、先ほど申し上げた往復運動みたいなものもやりながら、その中村さんおっしゃったようなこのイノベーションとのそのゲージの中のどこら辺が一番カンファタブルなのかってことを考えながら、まあ、総合的に考えていくってことなのかなというふうに、なんかまとめらしいことも言ってみたわけなんですけれども、そうですね。だから全く関係のなさそうなオープンソースと、表面上はですよ、関係なさそうなオープンソースの、まあ、ある意味で精神に学びつつ、いかにそのミッションクリティカルな公的な仕組みというものを整えていくかっていう、それは行動を実際に見ず知らずの人に書いてもらうっていう表面上の話ではなくて、まあ、それがあってもそれはそれで面白いです。ハミルトンはそれに近いことをやってるわけですけれども、まあ、それだけではなしにその考え方であるとか、まあ、態度みたいなものですね、そういったものから学ぶ部分も大きかろうというふうに思ってますし、まあ、それはそのままイノベーションにつながって、その上のエコシステムにおけるビジネスの反映度合いにもそのまま影響を与えると、そのアプリケーションレイヤーでもある意味ではオープンソース的な発想というものが生かされることだと思いますので、まあ、その意味でですね、こうステークホルダーの方々とのやり取りっていうのが今後より一層大事になってくると。で今回のそのセッションというのも、まあ、通想提案のようにやはりこのステークホルダーとのやり取り、まあ、ステークホルダーエンゲージメントみたいなものというのが非常に大事になってくるなというのを我々なりに感じておりまして、まあ、このようにこうセットさせていただいたということもありますので、まあ、今日こう4人でまたお話ができたわけなんですけれども、まあ、これ自体がまさにそのステークホルダーとのまあやり取りの中で の, まあお互い気持ちを高めていくみたいなですねところがあるのかなというふうに思った次第です。まあ、あと 4,5 分あるんですけど、お一言ずつ何かあれば、これだけはちょっと言い残しておきたいっていうのがあればですね、よろしくお願いします。清水君も顔を出していただきましたので、そろそろではあるんですけれども、はい、ちょっとお時間まだありますので、じゃあ私一言よろしいですか。先ほど中村さんおっしゃってたその決済のいろんなこう仕組みの中で CBDC がこう共通的なこの技術的なこうリスクの部分を解消してあげる役割としての CBDC があり得るっていうふうにおっしゃっていて、それすごく大事だなっていうふうに私も思っていまして、マネーの種類がユースケースによって分かれるっていうところにもありましたけれども、その何をこうやってあげるかっていうことをレイヤーでこう構造を持って一つのこうサービスってやっぱり出来上がってくるものだと思っていて、それをこう垂直統合的に初めから作ってしまうと、横に逸れたりとか、その他のブロックを上に足してみるみたいなことができなくなってしまうので、やはりこう CBDC が一体どういう機能性を提供してあげると、
今までこう民間の事業者の方ですとか銀行さんですとかいろんな人たちが大変だったことをこう解消してあげられるかということを考えていくっていうのが大事なんだろうなと思っていまして、そういったあのことを考えるためのヒントを今日いろいろいただけたのかなというふうに思っております。はい、ありがとうございます。そうしましたら清水さんにマイクをお返しするという形でよろしいですかね。お名残惜しいところであるんですけれども、はい、そろそろ時間ですので。すいません。はい、清水でございます。一点ですね、せっかくの機会でございます。ご視聴者のですね、皆様から非常に多くのご質問を寄せられておりまして、もし可能でありましたら一つだけ、皆様、せっかく機会でございますので本テーマに関する、質問に関して、一点、ご回答いただければと思っております。で先ほど、近藤様のスライド、ページ9で CBDC への期待イノベーションの促進というスライドがございましたが、なんと言いますか、先ほど、口座型、いわゆる伝統的な口座型のデータ形式や、UTXO のような非伝統的と言われるデータ形式、大きく2つございますけれども、こういったデータ形式と、なんと言いますか、プログラマビリティ、いわゆるその将来性、あと可能性とかですね、現時点で何かですね、そこへの示唆といいますか、お考えなどをお伺いすることはできますでしょうか。すいません、急な質問で。はい、近藤です。そうですね、これも私自身の個人的な見解ですけれども、ユースケースありきであるべきだと思っています。ですので、単純にその伝統的なものがいいとか、UTX がいいとか、そういうところではないのかなと思っています。ですので、まだユースケースがあって、で必要な技術があって、でそれが本当に価値があるのか、そしてそれが経済的にちゃんと回るのかというところを考えていくのが大事なのかなと思います。ちょっと直接の回答になってないかもしれないんですけれども、こちらでよろしいでしょうか。はい、どうもありがとうございました。すいません、急な質問となりまして失礼いたしました。はい、それでは以上でディスカッションのセッションを終えたいと思っております。皆様どうもありがとうございました。お時間になりますなっておりますので、これにてセッション2を終えたいと思っております。近藤様、中村様、またご視聴いただきました皆様、誠にありがとうございました。